新律寺は、山梨県甲府市若松町にある寺院。日蓮宗寺院。三号は公共山。本尊は十回曼荼羅。旧本山は、三信山駆動寺。塩寺方園。沿密寺、ホッ寺とともに、甲府ホッ宗三参加寺の一つ。現在の甲府市域の中心部、雪通りの東に位置。創建当時には、海の国守後武田氏の館である。 つヶ崎が館を中心とする武田城下町の中心に位置し、江戸時代には甲府城下町の南端に移転する。江戸期には新立自治内町が成立し、南方に位置する自習寺院である一連寺の寺内町と接していた。戦国時代の大英二年、改修後、武田信虎により甲府の穴山工事に事業を寄進、されて創建される。甲府における、 三ノ山駆動寺の他屋として機能しており、カイノ国社記、寺記によれば、信虎が、八代軍夏目原村の泉から発見された、釈迦立像に山井衛を祈願し、後に回復した信虎が、東国において、多くの寺院を改装している、三ノ山十三世美デを招いて、改装としたという。釈迦像は寺に安置され、カイノ国史によれば、この像は日蓮が開岸したもので、 信虎との家臣である、遠藤茂氏が所有していたものであるという。また、紅葉軍艦には穴山工事の新立寺や、明音寺に関する記事があり、武田信玄が、勾配の枝を折ることを禁止した逸話や、再会の坊主と町民の間で訴訟が発生した逸話などを伝えている。戦国記には、新立寺と称されていたが、武田氏滅亡後の徳川氏時代に信虎の名の何回祖に、 ちなみ、新立寺と改められた。当初は、身延山と一括で、主院状を与えられていたが、近世には文六四年に、身延山十八世被検の頃には、肝心が行われ、甲府城の築城に際して、現在地へ移転される。江戸時代には、新立寺寺寺内町と呼ばれる寺内町が成立し、諸役を免除された。 四十五世住職の塩田義村は、東厚白文岡村の日蓮修寺院、全国寺住職の子として生まれ、1907年に、新立寺で独度し、全国寺住職を経て1928年に、新立寺に入山する。塩田は、日蓮教学、仏教学者でもあり、山梨教土研究会会員として、教土研究も行い、主に古代、中世史に関して、 研究を行った。1945年甲府空襲で書道古記録を消失した。日蓮宗は昭和16年に本末を解体したため、現在では旧本山、旧末寺と呼び習わしている。ありがとうございます。